皆さんこんにちは。オペラ歌手やタレント、女優として活躍している森久美子さん。その素晴らしい歌唱力はもちろん、明るい人柄で多くの人に支持されています。そんな森久美子さんですが、夫が自宅近くで交通事故に遭い、事故の後遺症もあり、現在も自宅で寝たきりとなっているそうです。今回は森久美子さんの現在や結婚した夫、子供のことなど、様々な情報をご紹介します。また調べていくうちに、森久美子さんの実家があの有名な旅館であることも発覚したので、そのことについてもご紹介します。ではまず森久美子さんのプロフィールを見てみましょう。名前、森久美子。生年月日、1959年7月22日。学歴、昭和音楽短期大学卒業。職業、オペラ歌手、タレント、女優。事務所、有限会社森久美商店。1982年に修道女アンジェリカでオペラ歌手デビューを果たした森久美子さん。その抜群の歌唱力を生かし、ミュージカルラカージュ・ゴフォールに出演しました。ここでも高い評価を受け、以降数々の舞台に引っ張りだこに。またバラエティ番組やドラマなどのテレビ番組でも存在感を発揮し、すぐにお茶の間の人気者になりました。そんな森久美子さんは現在も舞台やテレビで活躍。2020年には岸谷五郎さんと寺脇康文さんが主催する劇団地球ゴージャスの25周年を記念した舞台、星の大地に降る涙に出演しました。2021年3月にはミュージカルゴーストに出演しています。同月に行われた公開ゲネプロでは、東日本大震災の被害を受けた東北に向けて、コロナ禍じゃなかったら被災地でこれを見てほしかったと涙ながらに語っていました。そして1997年からマダム・テナルディエ役として出演しているミュージカルレ・ミゼラブルに2021年も出演。初日会見では、皆さんに飽きられないようにと、それだけを祈ってやっておりますとお茶目にコメントしていました。同作は2021年8月から福岡県の博多座での上演が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止に。同月31日には大阪公演も一部中止が発表されました。コロナ禍の中でも舞台に情熱を注ぎ続けている森久美子さんは、2021年11月25日から28日にかけて上演されるオペレッタコウモリに出演します。同作では看守フロッシュ役に抜擢。有名作曲家 J. シュトラウス2世が手掛けた舞台をどのように表現するのか、期待の声が上がっていました。このようにコロナ禍を乗り越え、現在も大活躍している森久美子さんですが、2006年に起きた交通事故により半身不随になった夫を12年にわたり介護し続けてきたことが分かりました。森久美子さんが結婚したのは2001年でした。結婚相手の夫ですが、一般人の方ということで、名前や年齢、画像などの情報は非公開になっています。ただネット上では旦那は元俳優ではないかとも噂されていましたが、どうやらテレビ関係者だったようで、仕事を通じて知り合った可能性もありそうですね。その夫が交通事故に遭ってしまったのが結婚から5年後の2006年。ちょっとコンビニに行ってくると森久美子さんに伝え、家を出たのですが、その途中でバイクと衝突してしまうのです。夫は衝突の勢いで転倒し、頭を打ってしまいます。救急車ですぐに病院に運ばれたのですが、脳挫傷と診断され、半身の麻痺が残り、言語や記憶に障害が残り、車椅子生活を余儀なくされてしまったのです。事故は本当に怖いですね。森久美子さんは2018年7月11日に放送された梅沢富美男のズバッと聞きますに出演。2006年に交通事故に遭い半身不随になった夫を12年にわたり介護し続けていることを告白しました。最初は一人で介護を頑張っていた森久美子さんでしたが、次第に辛さを感じるようになったそう。そんな時、介護士から言われた言葉に心から救われたと番組で語っています。それがこちら。脳って
一回傷ついたものってなかなか治らなくて、うちは右がちょっと不自由になってしまったので、車椅子生活なんですけど、その時にね、介護士の人に言われたんですね。家族は家族を介護できないよって。だから、プロに任せればいいんだよって言われて、そうなの?って思って、その言葉がすっごい、私の中で救いになって、続けて介護士から、一人で心を病む必要はない。プロがいるんだからプロに任せなさいと言われ、思い切ってその言葉に従ってみることにした森久美子さん。すると、自分も夫も心身ともに楽になったといい、頼る勇気の大切さに気づかされたそうです。自身の体験を通し、頼る勇気ってすごく大切なんですよ、と、しみじみつぶやきました。番組の MC を務める梅沢富美男さんも、身内の介護経験者です。森さんの話に共感し、身内の介護は本当に大変。経験者にしかわからない苦しさがある、と熱弁。番組の共演者であるスポーツキャスターの長嶋一茂さんもうなずき、家族で介護をしてはいけない。お互いが潰れてしまうから、と持論を口にしました。また、リハビリを兼ねて寿司店に行くと、夫は穴子が食べたい、漬けが食べたい、などと自ら注文するように、家の中に引きこもるのではなく、外部との接点を持つことが刺激になり、回復への近道になっているようです。夫を外に連れ出すことが、私が今できることの一つと話していた森久美子さん。現在は夫婦でニューヨークに行く計画を立てているといい、現状はコロナ禍で海外への渡航は厳しいと思いますが、今のうちにリハビリを重ねて、近い将来、夫婦水入らずの旅行を楽しんでほしいですね。さて、森久美子さんの2人の子供についてですが、調べてみたのですが、情報は皆無でした。森久美子さんが結婚した時が42歳ということもあって、子供はいないという可能性が高そうですね。なぜ2人子供がいるという噂が出ていたのかも謎です。最後に森久美子さんの実家についてご紹介します。森久美子さんはかなりのお嬢様生活を送っていたようですね。家にはお手伝いさんがいて、習い事はバレエ、習字、ピアノなどなど。そして何といっても父親に昼ドラが見たいと言っただけで100万以上もするビデオデッキを買ってもらったとか。一体森久美子さんはどんな実家だったのでしょうか。実家は有名な老舗旅館で、その旅館名は森末旅館。仙台にあったこの旅館は、プロレス団体が興行のために宿泊する旅館だったそうで、そのお泊まりしたプロレスラーが、そうそうたるメンバーだったんです。ジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さん、坂口誠二さんなどなど、特に森久美子さんは坂口誠二さんの優しさや、手の大きさが好きで初恋の相手でもあったようです。さて、森久美子さんの実家である森末旅館ですが、現在は閉館してしまっているようですね。まだ営業している時は森末旅館から旅館名をホテルニュー森末やセントキャッスルなど変えて運営してきたそうです。時代の波もあって経営も厳しかったのかもしれません。現在の場所は旅館は跡形もなく、マンションが建っているそうです。いかがだったでしょうか。現在も夫の介護を続ける森久美子さん。そんな家族思いの森久美子さんには今後も元気に活躍し続けてほしいですね。これからも応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。